こんにちは、岡田博史です。今回の動画はですね、ちょっとフライキャスティングの面白い実験をしてみましたんで、それをご紹介します。まずトーナメントロッドに、3番のライを乗せてキャスティングしてみました。このロッドは距離競技専用のロッドで、通常は 38g というラインを乗せます。ラインの番手にするとだいたい15番前後になると言われてます。とにかく遠投することを目的にして作られてますんで、そういうライン、38g という重いラインを乗せても、かなり硬いフィーリングのロッドになってます。そんなロッドに、3番という軽いラインを乗せるので、キャスティング中ロッドはほとんど曲がりません。そのような組み合わせでキャスティングをすると、どうなるかっていうと、このように、できるループはですね、力があんまりなくて広いループになります。で、特にループの上側の部分ですね、アッパーレグと言われている部分、この上側の部分ですね、が直線ではなくて山なりの形になって、で、しかも広いオープンループと言われるループになりやすいですね。少し投げ方を変えてみると、このような、タイトループにすることもできます。具体的にどの部分を変えたかというとですね、ロッドの振り角です。振り角をですね、通常よりは、狭くしてみました。この角度ですね。通常これぐらいの角度だとすると少し狭くするんですね。そのようにしてみました。で、せっかく、トーナメントロッドを使ってるんで、ホールを使って遠投もしてみました。遠投するときにはより速いスピードが必要になりますので、ラインを引っ張るロッドティップがより長い距離移動する必要があります。なので全体にモーションが大きくなりますね。ですからロッドの振り角も広くなります。それと、ロッドの移動距離も長くなるわけですね。それで言いながら、ロッドティップはまっすぐ移動させるということが遠投する場合に肝となります。今度は反対に、3番のロッドに7番のラインを乗せて、キャストしてみました。さっきの対比だと、トーナメントラインを乗せるといいんでしょうけども、それとやっぱりちょっと重すぎるかなって、ロッドを壊してしまってもいけないので、7番のラインを乗せてみました。このような組み合わせでキャストするとですね、ロッドは通常よりも大きく曲がってしまってですね、できるループは大きなテーリングループになります。これで少し投げ方を変えてみると、テーリングループは収まります。さっきとは反対にですね、今度はロッドの振り角を広くしてやるんですね。そうしてやるとテーリングループは収まります。つまりどういうことかというと、トーナメントロッドに3番のラインを乗せるというような、極端に硬いロッドが硬い場合ですね、は振り角を狭く、逆に3番ラインに7番ラインを乗せるといったような、ロッドが大きく曲がるような時は振り角を広く取ってやると、うまくキャストすることができるわけです。これを図を使ってご説明します。ちょっとアニメーションを作ってみましたので、ご覧ください。ロッドがあまり曲がらないときに、ロッドの振り角を広く取ってしまうと、ラインを運んでる、ロッドティップがですね、山なりの軌跡を描きます。そうするとラインもそれに沿って飛ぼうとしますので、できるループはループのトップレグ、アッパーレグですね、が山なりの形を描いて、で、しかも広くなってしまう、ループが広くなってしまってオープンループになるわけです。この振り角を狭くしていってやると、このロッドのティップの軌跡ですね、が直線に近づきますんで、ラインはまっすぐ飛んでくれるわけです。今度は、最初と同じ振り角で、反対の組み合わせですね、3番のラインに7番のラインを乗せたような形の場合にはですね、ロッドが途中で大きく曲がりますんで、今度はロッドティップの軌跡は真ん中あたりがですね、下にへこんだ軌跡を描きます。で、そうすると、それに運ばれるラインもそれに沿って飛ぼうとしますんで、下側に一旦膨らんでというか、へこんでというかですね、一旦下に下がって、それから波打つように飛びますんで、いわゆるテーリングループというものになるわけです。で、この振り角を広げてってやると、途中で大きく、曲がったロッドティップが下がった地点と、スタートと最後の地点のですね、高さが合ってると直線に近づきますんで、やっぱりまっすぐ投げることができるわけですね。今回の動画で言いたかったことは、ロッドのアクション、特に硬さですね、それによってロッドの振り角を調整してやれば、どのような硬さのロッドでもうまく投げられるようになるということです。今回ご紹介したのはかなり極端な例をご覧に入れましたけども、皆さんも日常でいろんな、ここまで極端ではないにしても、ちょっと硬めのロッドを振ってみるとか、柔らかめのロッドを振ってみるとか、いうことはあると思います。ね、その時にですね、このことを頭に入れておいていただけると調整がしやすいのかなと思います。もしかしたら、硬めのロッドは苦手だとか、柔らかいロッドはうまく投げられないっていう方もいるかもしれません。で、そのような時にですね、このことをちょっと思い出していただいて、調整してみてみるとですね、それまで苦手だったロッドが、結構好きなロッドになってみたりとかですね、するかと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。
今回の動画はいかがだったでしょうか。参考になったら何よりです。もしこのチャンネルが気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録お願いします。そしたら見逃しをなくすことができると思います。それから何かリクエストや質問などありましたら、ぜひコメントを寄せてください。返信もさせていただきますし、今後の動画の参考にもさせていただきたいと思います。またいいねボタンを押していただけると、僕のモチベーション維持にもつながりますので助かります。今後もいろいろな、フライフィッシング、フライキャスティングに関する、役立つ情報をお届けしますので、よろしくお願いします。それではまた。